藤原です。今日も仮想通貨ニュースとチャート分析していきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨について初心者から上級者でも分かりやすく解説してますので、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。はい、メンバーの皆さんにはね、今日か、明日ぐらいには、メンバー限定動画出そうと思ってます。引き続きね、爆上げしてるコイン僕トレードしてるので、それについて解説していきたいと思います。はい、じゃあ今日もニュースいきたいなと思いますが、今日はね、まずね、新しい仮想通貨についてちょっと簡単に説明するんですけど、バイビットにね、APEX っていう仮想通貨、APEX プロトコルっていうね、やつが、ローンチパッドに出てますので、今ね、ビッターを持ってる人は、それで、ローンチパッドに参加することができるんですけど、これ結構ね、なんか爆上げそうな感じもするので、僕はちょっと注目してます。これね、ゲーム系のコインでもあるし、分散型取引所のコインでもあるんですね。APEX っていうね、分散型取引所、これはもうすでにあります。それの、ガバナンストークンになるんですけど、その中のプラットフォーム上に APEX NFT ゲームっていうのがローンチされる予定になってるらしいので、DEX のコインでもあるし、ゲーム系のコインでもあるんですよね。ちなみに対応チェーンはアービトラムで、メタマスクにも対応してます。Twitter のフォロワーはね、まだ3万人ぐらいで、そんなに多くはないんですけど、でもね、先週見た時2万ぐらいだったんで、1週間で2万ぐらい、1万人ぐらいね、フォロワー増えてるんですよ、ね。だから今急に注目されているので、このコイン気になる人は、バイビットね、で、ローンチパッド参加してみてください。動画説明欄に、僕の紹介コードあるので、それ使ったら手数料マスクになるし、バイビットで口座登録して、ビットダオ、ビットを買って、それを、まあ、ローンチパッドに入れて預け入れすると、これがもらえますと。APEX がもらえますというのがあります。あとは、まあ、APEX が、実際に上場した時に、まあ、セカンダリーということで、上場直後に買うっていう方法もあるんでね。僕はもうどっちも、ローンチパッドも上場後もね、どっちもやっていこうかなって思ってますが、面白いですね。あとはね、NFT もすでにもあって、APEX NFT プレデターっていうのがあって、これがあると、さっき言った NFT のゲームに参加できる予定になってるそうです。今のところ平均価格はね、0.9イーサーぐらいなんで、35万ぐらいとかね、それぐらいになってます。で、分散型取引所の APEX プロトコルで、この NFT をバーンすることができるんですね。バーンすると、3セント相当の仮想通貨 APEX と交換することができるということなので、もしかしたら、まあ、これを買っといて、APEX と交換しといて、その APEX の価格上昇を待つということで爆益取れるかもしれないので、まあ、そういうやり方もありますよ、ということです。はい、この上場ね、僕もかなり楽しみにしてます。ちなみにね、いつもチャート分析してるエイプコインとはまた別だからね、ちょっとややこしいです。どっちも猿なんだけど別なんで、ちょっとそこ勘違いしないようにしてください。はい、じゃあ仮想通貨市場についてなんですけど、アルケーンリサーチのデータによると、ビットコインのね、取引高がかなり低水準になってますよ、とか。1年前、去年の7月と同じ水準。だからかなりね、仮想通貨が盛り上がってない時と同じ水準になってます。出来高がかなり下がってるのはね、まあ、あんまり良くない。盛り上がってはないんですけど、でも逆に言うと、こういう盛り上がってない時こそね、買い場なので、今のうちにまあ、いろいろ、プロジェクトがいいやつとか、あとビットコイン、イーサリアム、バイナンスコインあたりの、まあ、有力なやつとか、仕込んでおくのがいいかなと思います。あとは、面白い指標があって、ビットコインホルダーの利益率を表す SOPR っていうね、指標があります。Spent Outfit Profit Ratio っていうのがあるんですけど、これは、実際にビットコインを持ってるホルダーがどれぐらいに損益があるかっていうことをね、指していて、高ければ高いほど、まあ、利益がある人が多いってことなんですね。でこれ見たら、2017年のあのバブルの時、一番高いのはコスコなんですけど、利益が高い時にポンってね、上げてるんですよね。で、あと、手前の小さい山が、2021年ね、去年のバブルですね。で、今かなり低い値まで来てます。で、これが、1ぐらいのところが、まあ、大底で、今ね、1.31 ぐらいなんですよ。だから割とまあ底年には来てるので、この辺でまあ価格も下げ止まる可能性が高いかなという感じで思ってます。まあ、ビットコインについてはね、アルトコインはまだまだね、だらだら下がりそうなやつは、いっぱいあるけど、
データ、まあ、そういうね、まあ、見方もできますよってことで面白いね、指標でした。うん。あとね、グラスノードのアナリストによると、LTH というのは長期保有者が保有するビットコインの中で、15.2% が現在含み損ですってことです。でも逆に言うと、これ 84.8% は含み益なんですよね。だからビットコインを長く持ってる人ってのはやっぱり得してるよねって。だからビットコインってのはやっぱり、ね、本当に長期投資にものすごく向いてるね、通貨だということになりました。うん。まあ、アルトコインもちょっと今日だらだら下がってるんですけど、今日はね、また、今調子がいいコインをね、チャート分析していきたいので、今日はビットコイン、イーサリアム、ステップンの GMT、そしてエイプコインをチャート分析していきたいと思います。じゃあまずビットコインですけども、今日はね、まあ面白くないですね。まあ平日でこんだけね、出来高少ないっていうのもなんか面白くないですけど、今$42,000ぐらいまではね、一旦回復しました。まあ、一旦やっぱこのね、ヒゲ、これでまあ一旦も底打ちしたって感じに見えるので、上がってくるんじゃないかなと思ってます。でこのね、50日移動平均線水色の、ここを超えてないんですけど、イーサリアムはもうこのより上にいるので、今の市場って結構イーサリアム主導でね、動いていくことが多いんで、もう一旦ね、まあ、ビットコインもそろそろこの移動平均線を上に抜けてきて、また短期的に上昇トレンド来るんじゃないかなと思ってます。で、中期長期で見ても、まあ、こういうダブルトップ、あ、ボトムね。ダブルボトム形成したけど、それを否定してきて、上とかっていうのは結構あるんですよ、ビットコインってね。うん、よくあるんで、そういうパターンなんじゃないかなと思って、そろそろ、また、まあ、5月、6月ぐらいから上昇なんじゃないかなと思ってます。で、一旦目先は、この平行チャンネルの、真ん中のところ、$53,000ぐらいまで、上げそうなんで、短期、中期のトレードの人も、まあ、その辺めがけてロングするのがいいかなって感じですね。ちょっと矢印のね、方向が違う。僕の目線は、こうです。単純にこう、こんな感じね。うん。うん。まあ、いいでしょう。そろそろ買いでね。現物も。長期ロングもね。じゃあ次、イーサリアム。イーサリアムは$31,000ぐらいでね、推移してます。昨日も、ちょっと上げたけど、昨日はまあ、コマでしたね。ここね。陰線のコマでした。で、やっぱりこの50日移動平均線だいぶサポートされてて、でこっちのね、10MA、東海道平均線も上に抜けてるので、かなり上値が軽くなったと思います。なので、そろそろね、イーサリアムがじわっと上がってくるところかなと思います。平行チャンネルの、真ん中の$4,000ぐらいまでは上がってきそうかなっていう感じ。50万ぐらいなのかな今で、円安だからね。うん。日本円だとかなり、まあ、円がかなり下がってるから、前だとこの辺で50万円だったけど、この辺か。この辺で50何万とかだって、今だともう$4,000で、50万ぐらいになっちゃうね。うん、そう。だから、うん。仮想通貨投資してる人にとっては円安って実際ね、美味しいですよね。株持ってる人はまあ泣きたいかもしれないけど。うん。まあそろそろ上がってくるでしょ。このチャート見たらね。うん。こうやってね、一回下げるけど下げ切らずに上っていうのはよくあるんだよね、仮想通貨。じゃあ次が、GMT ですね、ステップンの。ステップンの GMT ね、やっぱ下がってきましたね。今$3.2ですけど、ね、やっぱこの平行チャンネル相当意識されてるみたいで、ここね、昨日上げてこられませんでした。で、今陰線、2日連続陰線出てる最中ですけど、一回上振ったけど髭も長いので、このままちょっとダラダラ下がって移動平均線タッチまで行くんじゃないかなと思いますね。いや、まあ、タッチしたところでまた押し目買いしていきたいかなっていう感じの場面かなと思います。4時間足ぐらいで見てみようかな。そうね。4時間足で見てみたら、まあ、ダブルトップですよね。このダブルトップが決まってしまったんですよ。ここをやっぱ超えられなくて、ダラダラダラーっとしてる感じ。うん。で、移動平均線も割ってきてるので、やっぱさっき言ったところ、日足の 10MA まで落とすかなと思います。うん。今結構距離ありますから、落ちてくるとすると、$2.8とかね、それぐらいまではダラダラ下がるんじゃないかなと思いますので、そこの押し目買いしたいところなんですけど、
まあ、長期的に見たら全然まだ上昇トレンドであるので、別にずっと価値をするっていう戦略も全然ありだと思います。で、GMT と GST が、なかなか上昇トレンド崩れないってことはね、やっぱりね、ステップのブームが全然終わってない。まだまだね、ブームにあるってことを言ってると思いますので、ステップね、やってない人はね、始めてみるともいいと思います。僕もね、毎日やってます、ステップね。じゃあ次、エイプコインですね。エイプコインは、やっぱりね、昨日言ってた高値、上場した直後の高値18ドルとか17ドルか。ここね。18ドルか。18ドル、ここの、このヒゲ。ここがかなり意識されたみたいで、一旦ね、陰線出てます、今日はね。だけど、今のところでサポートされてるような感じもするので、ここね。前、レジスタンスにずっとなってたとこ1週間ぐらい。ここが、14ドルぐらいなんですけど、ここでちょっとサポートされてる感じもあります。で、移動平均線も、これ10MA なんだけど、じわーっと上がってきてるんで、まあ明日、明後日ぐらいまでここで横横するんだったら、これに当たってきてもまた上っていう可能性もあるかなと思うので、一旦またね、まあ、買えてない人は今からちょっと買ってもいいかなとは思うんだけど、どうかな。あー、でももうちょっと下げるかもしんないな。4時間足見てみるともうちょっと下げそうな感じもする。こうやって見たら、10MA 割ってますよね。で、下が 50MA なんですけど、これに当たるところ、もうちょっと下げてから上っていう可能性もあるけどね。まあ、とりあえずちょっと短期的には下なんだけど、まあ、かなり強い動きしてるので、今ね。で、何が強いかっていうと、まあ、昨日のこの大陽線も強いけど、出来高ですよね。出来高ボンと入ってるじゃないですか。こういうのね、まあ、株でもよくある戦略なんですけど、出来高がずーっと低迷してるのにボンと入る、出来高が入るし大陽線も出るってなると、そっからね、大相場っていうのよくあるんで、こういうコイン注目しておいた方がいいと思います。はい、そういう感じで、今日もニュース配信とチャット分析してみました。今日の動画役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをよろしくお願いします。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。キャンペーンで、仮想通貨がもらえる取引所もあるので、ぜひざっと見てください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資で今一番おすすめの取引所はバイビット。バイビットなら100種類以上の仮想通貨の現物取引と FX 取引ができます。そして、日本の取引所から仮想通貨を送るっていう方法以外にも、クレジットカードで仮想通貨を買うという方法ができるので、日本の人にも使いやすい取引所になっています。そして、新しく人気になったコインの上場も早いし、ローンチパッドも充実してます。動画の説明欄またはコメント欄の一番上に、バイビットの招待コード、こちら手数料が安くなりますので、バイビットの口座持ってないって人はこの機会に始めてみるといいと思います。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは、月990円で、週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして、Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や、僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。